どうも、タカオヌスです。4月14日、四季英気ヤマザナドゥが復刻しますが、現環境の四季英気について話します。典型的な霊力上昇、陽光上昇する攻撃意識で、ラストワードをはじめ、高質弾があります。ただし、1バレット目の補正倍率は控えめ。特攻も弾数が少ないバレットに該当し、セットアップなしだと命中が不安定で、カタログスペックほど周回火力は出ないです。ユイコと周回火力を比較してみましょう。絵札は貫突、潜入記者。次はエイキ、絵札は貫突、食いつき無双。大体ユイコと同程度の周回火力です。エイキは3ブースト目の伸びが良いため命中上昇あり、3ブーストでも確認します。まずはユイコの3ブーストラストワード、次にエイキの3ブーストラストワード、命中上昇のサポートを入れてあります。3ブーストで命中上昇してあげて、ようやく有効を超えるといった感じです。スペルカードの性能は悪くありませんが、今となっては最新鋭のキャラに見劣りします。全体スペルカードの1バレット目の気質は陰気、弾種もバラバラなため火力を出しにくい設計となっております。スペーカ効果で味方全体の命中上昇、速力上昇が可能なため高魔党向けではあります。単体スペルカードですが、こちらは1バレット目が陽気、高質弾のため威力もありますが、弾数がバラバラなため最大火力を出しにくいのがネックです。スペーカ効果で要望上昇、星5で単体への暗闇3枚付与します。エイキは低コスト周回で使うより星5まで覚醒して天空の指針絵札周回で使うのがベターでしょう。4ターンで周回できます。絵札のハードルは比較的低いですが、なるべく要望、要望プラス値が高いものを敷き詰めると安定します。1ターン目グレイズにスキル1とスキル2を使用、貫突コウムの魔女装備、全体スペルカード。2ターン目ブースト3スキル3を使用、グレイズ1、貫突秘密のたしなみ装備、単体スペルカード。3ターン目グレイズ1ブースト3貫突春ですよ装備、単体スペルカード。3ターン目ブースト3ラストワード、フルブレイクするため絵札は何でも良いです。以上、参考になれば幸いです。